休めますよ。編集が残ってるけど。はい、こんにちは。朝の時間です。私原が進行していきます。いつもはもう一人がいるんですけどね、体調悪いため今日は一人で進行していきたいと思います。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、または FM ギノワンではツイキャスト、YouTube との映像と音声のネット配信をしています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。ツイッターの方も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。土曜日になりましたね。早いものです。新年じゃなくて、新しい年が始まりまして、もうあれですかね、2週間経ちましたね。ね、だんだん新しいね現場とか世界に入った人たちはちょっとお疲れ気味だと思うんですけど、どうですかね。今はもう有給とかもね、この半年後とかっていう縛りがないですから、入ってからすぐ10日ありますからね。それにもこの上の方からはもう1年間に何日は必ず取りなさいというのがありますね。それがない時は本当にもう休もうと思う時にはね、先輩たちからなんでなのっていうふうにね言われることも多々あったと思います。言われた方はね、2回経験がたくさんあると思いますが、まあ、上の人もですよね。人がいないのになんで休むの、新人なのになんで仕事を覚えないのとかね、まあそんな風に理不尽なことも言われたことも、まあ自分も若い頃はあるんですけど、まあ今はまあこんなの言ったらね、もう逆にこの人が常識知らずになりますね。まあ先輩だろうか新人だろうか疲れるのは疲れます。はい、なのにね、こうなってぐじ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 言ったらね、お前もじわじわしてきますね。まあ言ってる自分がじわじわしてくるんですけどね。まあだからまあ自分もあまり言わないようにはしております。まあでも働くにはまあいい社会にはなってきましたね。痛みは伴いますが、まあだんだんこの新しい初めての道に進むにはいい感じにはなるかな。まあ、だけどこれにね甘えてこれが当たり前って思うのもまた間違いかなとは、まあ、厳しい世界で生きてきた人からしたらね、これは普通ではないよと。でも正直これが普通なんでしょうね。まあ仕事できるできないもう関係なしで、まあ疲れるレベルは一緒ですからね。まあこの心が壊れるまではやらなくていいのかな。自分のこの知り合いでですね、特に40代30代後半ですかね、心を壊れる先輩たちがいるっていうのもちょこちょこ聞いておりまして、中間管理職ですかね、もう上から下から挟まれてうつ状態で薬を飲みながら仕事をし、もうそれでも疲れて仕事を辞めと。でちょっと心を休めるために休業ちょっと休んでから仕事に、新しい仕事を探したと。でこんなの聞くとまた自分はいい方かなと思います。それはないんですけどね。もうだからそれ考えると自分はちょっとサラリーマンが怖くてできません。まあ福祉でも一緒とは思うんですけど、まあ今はもう人材はどこにでもいるっていう考えは大間違いですからね。
もうゼロから育て上げるっていうのがまあ普通ではありますね。まあいい人材だけを取ってこれで盛り上げようっていうところはまあ確実に潰れていくということで、まあ新しい社会で過ごしている人たちもね、頑張って、まあたまには厳しいところにも自ら足を突っ込んでみてください。まあそれから何かいいこと悪いことが分かるはずだし、それを生かして後輩たちにいいこと悪いこと、まあ厳しく言う人もいると思いますが、こういう苦しみを分かる人の言葉は多分聞くと思います。ただも上からガー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 アビーしてる人のことは聞きません。まあそれが社会ですからね。はい、では1曲目いきたいと思います。トリプル A ですね。恋歌と雨空でしたかね。お願いします。ベストアルバム出たんですよね。うん、そう、まあお休みだからね。はい、だからあの女の人よ、別にさんだからこの機会で結婚すればいいのにって思う。そうです ね、相手がいるなら。綺麗だよね、33って言われる。僕より1個上なんですよね。あれで33は、はい、極上だよ。はい、もうとんでもないです。したい、あれパッて見たら20代中間ではね。いや、下手したら10代と間違えられるんじゃないですか。うん、自分でも今日の格好でもお酒タバコ買うときたまに身分証って言われます。だからね、あれだったら多分自分あんな人と高校生だとあの人との33歳と、あの、はい、わかりましたって身分証を見せたら昭和生まれなんで、あたふたされますね。昭和昭和生まれ。だからね、かわいそうだよね、あの人たち。おじさんにもこうやってから確認するからなんで、確認しないといけないの。決まりですから、大変だね。別にいいんですけどね。なんか、せめて冗談でも言ってくれれば。なんかすごい素敵に若く見えたんでとか。その辺がコミュニケーションですけどね。いや、それラジオとかやってる人たちはできると。通話できないと。この生のこの緊張感の中でテレビとかやってる人たちとかはね、白バッグ振り向けて普通の人は抜けてない。そういう意味であたふたするのはまだ可愛いんですけどね。あのパッて見て入ってそのままスッて返されたらね、なんもなしって。まあでも面倒くさいの面倒くさいじゃない。まあそうですね、分かる分かるんだけども。まああれで逆上する人も多いと聞くので、多分そういう嫌になるんでしょうね。かわいそう、かわいそうに。ただあのあたふたするのはいいんですけど、ミスはしないでほしいです。この前あれだったんですよ、あのチキン入れ忘れられてしまって。ああたまにやる。泣き寝入りしました。でもただでさえ怖がらせてるだろうから、もう一回言ったら余計怖がらせると思うんで。もういいかって。ずっとたまに忘れてる。レシートにはきっかり書かれてたんで、ああ、やっぱ言い間違いじゃない。いや、あんまり気にしないようにしてる。はい。じゃあ、今度2個ちょうだい。それはダメですって言われて。なんだそれ。気にしない。もう忘れたことでしょ。ごめんね。まあ。まあまあまあ、人、誰だってミスあるじゃないですか、ね。ここら辺はね。はい。あの、それを当たり前って顔されたらやだ。あのペイフォワードじゃないですけど、この前僕が別の仕事でミスした分、誰かがちょっと被害受けてるんだったら、じゃあこの代わりだと思うとか。それはいい、無難に。よくあるじゃないですか、先輩方がおごるときに、あの俺におごり返すんじゃないぞ、誰かにおごるんだよってやってくれる人たちの元で育ってるので。ああ、仲
かなか手厳しい先輩なんだね。というか自分たち後輩とか自分たち後輩後も、まあ、厳しかったかもしれないな。自分も一応おごってあげたら、うん、自分には返さないでいいから自分たちの後輩におごってあげなさいって言うようにしました。坂兄さん、キャンさんが最後の世代か、あの厳しい先輩の上下関係して。そうですね、ギリギリ知ってるか。まあでも、それでも緩くは当たってると思いますけど、本当に片隅でも味わったのが、そっか、ギリギリ世代なんだ。自分たちがギリギリだったわけさ、ね、本当に厳しいチンプンカップのルール、完全にもう縦社会な、ヤクザ界みたいな関係ねえだろみたいな。でも考えてみたら、うん、当たってんだよな、ね、うん、確かに先輩を差し置いてさ、まあ、良きも悪きもありますからね、どちらにしろ、うん、あでも出る杭は打たれるっていうけど、はい、ある程度ね、ルール、若いうちに、柔らかいうちに叩き込むにはいいかもやられた人は大変。自分いつも出る杭の方なんで、一番まで。出る杭は強いよ。山本関西が言ってたよ、出る杭は打たれる。で、好きた杭は打たれない。打たれない。今じゃ出過ぎてるんですかね。ここで打たれなくなりましたけど。自分は出過ぎた。雑草の雑草。打たれたっていう感じがないんだよ。じゃあ CM あと1個ですね。はーい。はい、トリプル A の恋歌と雨空でした。懐かしいもんですね。トリプル A の方がもうお休みになったのかな、なる前かな。女の人は結婚して人数一人少なくなるリーダーでした。何かでね、捕まって引退というかね、なって、それからお休みになってはいますけど、今の芸能界ね、何かあったらもうすぐお休みとかっていうから、めんどくさいね、かわいそうさ、ね、いちいちよ、周りの人くじくじ言わんでいいわけさ、いいさ、失敗たくさんあるのに、どの失敗があるのに人の失敗突っ込む人よって本当にもうね、ああさ、だったらお前も仕事辞めれってね、人のことこんなっておかげでインターネットで叩く人さ、だったらお前これでだったらこれで自粛してからじゃない他の離島とかで仕事すればいいさ、でまた叩かれればいいさと思うけど、ね、こういう人どもイーって言えるんだよね、わちゃわちゃしてくるんだよ、考えるだけで、あーめんどくさい。ということで、別のコーナー、ちょっと気になったことで、新しい映画の方でルローニケンシンっていうのが、もうそろん来今年の夏かな、なんかこのぐらい経ったような気がするんですけど、ありますね。またキャストも変わるんですけど、基本的なキャストが一緒で、すごいもんですね。もうみんな30代になっているはずなんですけど、ね、またアクションとかがものすごいっていう、あれがありますけど、それでちょっと気になったのでちょっと調べてみました。幕末ということですね。一応人斬りっていうのがメインにはなってはいると思うんですけど、この人斬りの中でも一応四体人斬りっていうので、名前の方が田中新兵衛さん、川上玄斎さん、岡田伊蔵さん、中村半次郎さんっていう4人の方がとても有名な方々みたいですね。次の曲いきたいと思います。すいませんね。トリプル A、明日の光です。お願いします。ああ
そうか。曲終わったらほとんど終わりだね。曲、今、そうですね。一応、6分くらいありそうです。そうか。5分、6分だね。はい。36分までなので。うん。4分くらいはあるか。やんなきゃよかった。うん。難しすぎて、いい曲だったはず。トリプル A でデジャブが一番好きです。あの、ダンスの振り付けが。ダンスもやってたの？いや、全然踊れないんですけど、うん、結婚式は今日とかよくやってたんで、社会人になって好きになりましたね。自分初期の曲しか聴いてない。とりあえず女の人が可愛いなって。うん。夢中な気持ち。トリプル今の人たくさん、19名。日本のアイドルって感じではないですもんね、トリプル、うん、そうだよね、最初からそんな感じではないよね。なんかアジアチックというか本格的な、うん、アイドルだよね、アーティストで売ってて。でもトリプル A も結構昔からやってますからね。長い、15年だよ。ですよね。でもあなたたち最初売れなかったでしょ、はい、ちょっとメンバー入れ替わってますよ、うん、あ、そう、今のメンバーから。それとも減ってるだけですか？減ってるんじゃないかな。人の人一人は結婚でやめようと。最初3人くらいいませんでした女性？そう、自分2人しか分からん。一番最初3人くらいいたような記憶なんですけど、うん、あ、じゃあやめたんだ。やめてからあって思ったんだ。あと1分半ですね。デビューできるときいいんだよね、うん、うん、本当にデビューできない人もいるし。1分半、29か、29だから7分ぐらいありますね。うん、まあいいか。結局は潰れないはずね。まあでも企業がいっぱい潰れるとスポンサーで厳しくはなるかもしれないんですけど。そうか、どうせスポンサーいないからいい。スポンサーさえ切れなければ。そうだね。逆にテレビよりは金額が低いのでまだ広告料出しやすいとは思いますけどね。うん、だからラジオ確認して。はい、ではマイク出ます。はい、トリプル A の明日の光でした。とても懐かしい曲でしたね。アンサー、私原が進行しています。4時から4時半までですね。あと残り少ないですが、よろしくお願いします。とということで、歌の前ですね、幕末ということで4人の人斬りの名前を出したんですけど、一番この中で人を斬った人がですね、岡田伊蔵という、これはとても有名な人ですよね。人斬り伊蔵、まあこういう関係のなんかものになるとな、人斬り伊蔵っていうのは出てきます。まあこの人は要は殺人狂みたいな感じの人だったみたいですね。でも剣術の方はとてもすごかった人らしいです。はい。で、いろいろね、陰で活躍したんですけど、で、この人の最後ら辺が面白いことにですね、坂本龍馬さんとちょっと知り合いだったらしく、で、この人の一声、勧めで、勝海舟さんの護衛になったそうです。
その頃にはね、ちょっとあの有名だったらしく、恋ぶちもあったらしいんですけど、先に溺れたり、まあ仕方ないですよね。そういう人を切る、切った切らないとかっていう世界で生きているので、まあ、頭もちょっとおかしかったんでしょうね。お酒に溺れたり、行動も方もちょっと変だったようで、結局は首を切られたのかなっていう感じで亡くなった人だそうです。岡田伊蔵さんですね。で、他ちょっとよくわからないと思いますが、田中新兵衛さん、この方もちょこちょこ人は切ってはいるんですけど、この方もそれなりに闇の社会、こういう世界ではとても有名だったらしく、信頼もあったそうです。ですが、うまくすぎてですね、暴れすぎた結果、スポンサーからも、で、周りの人からも、迷惑がられ、狙われて、切られたそうです。この人はあれかな、自分で、自害したのかな、狙われて。はい、まあ結局いい道には行ってないと。田中新兵衛さんですね。で、中村半次郎さん、まあ、別名桐野俊明さんっていう、元は軍人だったらしいんですけど、上位心の何かで、人斬りの方に移動したっていう、ちょっと変わった経歴ですね。で、この人もちょこちょこ切ってはいるんですけど、最後はですね、面白いことに、西郷さんのたちの手助けをしているそうです。はい、表には出ず、裏で助ける人たちですね。で、坂本龍馬さんが入院してる時も、仲間と一緒に毎日お見舞いをしに行くぐらい、まあさすが元軍人というか、まあこういう関係ではまあしっかりした方みたいですね。まあですけど、この人も結局はまあ人斬りは人斬りなので、まああまり良くない最後を遂げています。はい、まあ大体もう自害か自害されているか処刑されているかですね。で、一番有名なのが川上健在さん。あれですね、流浪人謙信のモデルになった人です。で、体の方が150センチあるかないかという、華奢な色白の人で、女の人と間違われるっていう人だったらしいですね。流派としては、この時にありきたりな、まあ、普通のなんか居合道場の流派だったらしいんですけど、この人が考え独自に、まあ、形を作った自己流だそうですね。形としてはもう身長が低いので大股で思いっきり切るっていう形だったらしいんです。この人はですね、切った人は一人か二人らしいです。意外と切ってないんですね。一番すごいですね。でも150センチぐらいですね。まあそれでバンバン人も、なんか調べたものでは本当に石灯籠とかも一発で切ったらしいですね。その頃すごい人で、頑固者だったらしいんです。で、頑固者だったので、逆にこの人は嫌いというなった瞬間には、普通にこの人を切れるっていう性格だったらしく、この人が切れるとこの周りの人たちもちょっと固まってですね、静かになるという、小さな巨人的な人だったみたいですね。ある意味この人が一番、別の意味では怖いという感じの人で、この人は結局捕獲されまして処刑されています。32、3歳かな。まあ人を切った切らないかっていう世界で生きてるのでね。まあでも明治の裏にはこういうものがあったということで、また別の話では、斎藤はじめさん、この時で170センチぐらいだと大柄だったそうですね。で、この人はもう
鬼の斎藤って言われていましたけど、この戦争が終わった時にはきっちりと剣を捨てて、ちゃんとした働き手になったそうです。で、あの時で珍しく72歳まで生きたということで、真面目なのか要領がいいのかよくわからないんですけど、まあこの幕末というのは、まあ活躍した方はまあいい道はあんまりたどってないっていうことですね。まあこんな風に裏ではこういう歴史があります。まあこういうのも、皆からこういう新しい映画を見るっていうのも、なかなか面白いのではないかと思いますね。ということで今週の放送も終わりになりました。新しい生活も始まりまして2週間。で、皆さん体調の方もコロナの方も大変ではございますが、本当にね、手洗い、うがい、もう周りで感染者が出た方はね、おとなしくするとか、厳しい世界にはなりますけど、頑張って生きていきましょうね。では今週の放送も終わりです。私、原が30分か進行していきましたアンサーですね。ではまた来週、皆さんが元気でお過ごしのことを願いまして、さようなら。